大家族のお父さんになります。で、間宮君と、北斗君が、俺の子供です。ありえないことです。だからこれはちょっとあのドラマと思って、視聴者には勘弁してほしいです。だからきっとお母さんがちょっと出てこないんですけど、お母さんにってことで見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。まずこの衣装と役柄は全然関係ありません。漫画のキャラクターがちょっと可愛らしいんですね。で、特徴のあるこう襟巻きみたいな、襟巻きって昭和のことだね、そのしてて、で、衣装合わせ行ったら監督からアロハシャツをバーッとちょっとファンキーっぽくしたかったみたいで、アロハシャツがいっぱい並んでて、で、まあ監督と話して、まあ、これと違うパターンでなんかないかなってことでお互いいろいろ案を出して、着たことないこの、なんていうんだっけこれ、あ、オーバーオールね、オーバーオールとこのGジャンみたいなスタイルと、このマフラーになって、少し原作とはまるで違うんですけど、原作のようにちょろっと可愛らしい形を作ったっていう感じです。あとはね、現場はね、さっきもちょろっと言ったんで、キャラキャラ笑ってるんですか。多分マフラー手ぬぐいだからマフラーってすごいいいように俺ね、言葉知らないっていうか、浮かぶ言葉が適当に浮かんだの全部口にしちゃってるんで、すいませんね、手ぬぐいですこれ遠藤さん、リノベしたいこと。あ、もうこれもう存在も中身も人生も全部リノベ、全てリノベーションしたい。やだやだ今の遠藤さんがいいです。いや、ダメだね、もう何か何までリノベーションしてみたい。もしリノベーションするとしたら、どんな風に生まれ変わりたいですか。まず見てくれで言えば、北斗君みたいなどういう思いになるのかなと思って、ここまで綺麗に生まれるとね。だから星を見てたっていうだけでもね、星も見なきゃなと思ったし全てリノベできたらね、最高でしょうねそうですね、よろしくお願いします。ご覧の皆さん、よろしいでしょうか。